ビン寺の松本です。おっす渡辺です。うっえぇ、ー、いや、何これ。今日はね、待ちに待った大好評企画、うん、いや、ちょ、もうやめよう、はい、もうやめよう。渡辺最強化計画っていう名前にしました。小指がもう多分サイボーグになる、多分前回、うん、パンチやったじゃないですか。パンチやりましたね。ジャブ、ストレート、フックアッパーね、うん、今回は、うん、キックでございます。これね、もう完璧です。じゃあ今日は小指使わない。今日はもう小指使いません。足なんで。足の指大丈夫ですか。足の指とんがって、小指上上がってませんか。いやいや、上がらないですよ。あれ、上げれないでしょ。だから今日はローキック、うん、ローキックかな、最初は。いや、よかったらパンチから見てほしいかな。パンチから見てください。正直、ほんまにパンチから見てほしい。で、ローキックよ。で、もうだからもう今回、うん、蹴りをマスターして、うん、もうパンチも蹴りもできるってことやから、なんかもう無敵ですから、ね、事前に言うといてくれろ。その今日ローキックやるからとかやったら、うん、あなたはすごいね、ちゃんとしてますけど、はいはい、普通に僕ジーパンで白シャツですし、全然、ね、いや、俺が目指してんのは、うん、そのストリートでの戦い方やから。いやいや、ストリートの戦いでしょこれ。ちょっとないのよ。ストリートで戦う機会ないのよ。ジーパン履いた状態で蹴り蹴れるっていうのが、うん、どんな状況やねんそれ。それを目指してほしいから、より実践向けで。何なん実践って。それじゃあ始めていきましょうか。始めていきますか。はいはいはい、ということでバスケーカーって、はい、じゃあまずね、はい、ローキックから、ローキック、はい、やっていきたいなと思うんですけど、はい、どうしようかな。とりあえず、あ、そうか、じゃあまず売ってもらった方がいいんか。いやいや、ごめん、聞かんといて。売ってもらった方がいいんかじゃなくて。そうやな、知らないのよ。そうやな、ごめんごめん。右足、右利きやね。右利きです。右足やね、はい、あ、じゃあごめん、ほなこっちでよ。なんで一回切り替えたの。じゃあ俺からやった方がいいかなと思って。あ、でもまあまあ最初見といた方がいいから。最初見といた方がいい、うん、一回じゃあ、うん、全然思いっきり決定で、思いっきり蹴って、うん、普通にローキック、ローキック、うん、いくの、うん、思いっきり蹴って。いや、ほんまに思いっきり蹴ってか。いくよ、うん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 、オッケーオッケーオッケー。思いっきり蹴ってる。いや、思いっきり蹴ってるよ。蹴ってる蹴ってるって。オッケーオッケー、うん、じゃあオッケーじゃないやん、絶対。ほぼ今の感じオッケーじゃないやん。ほぼ完璧。そんなことない。そんなことないと思う。ほぼ完璧。知らんけど。じゃあちょっと、ほぼ完璧やねんけど、うん、一箇所だけ直すわ。一箇所だけ、一箇所だけ。あ、その蹴り方的に、蹴り方的に、はい、一箇所だけ。じゃあ持ってもらっていい。はい、どうやって持ってもらう。俺なんかこんな持ち方してるけど絶対赤いやん。え、こうね、うん、鍋さんね、うん、今鍋さんは、うん、なんかこう蹴ってんのよ、うん、わかる、うん、腰とか入ってないっていうか、足だけでやってるっていう、はいはい、で、うん、一番ローキックで、うんうん、めっちゃ種類あるねローキックって。ローキックの中で。そうそう、ローキックやのに、ローキックやのにこう速く蹴る蹴り方のローキック、うん、と思いっきり重め、これ意味あるかこれ、重めに、うん、重めに効かすローキック、うん、とかなんか種類があるのよ。あ、そうなんや。で、一番スタンダードな効かす、うん、効かすローキック、うん、まず当てるのが、うん、スネやね。あ、そうなんや。そうそう、つま先とかこうじゃなくて、ここや思ってたわ。鍋さんこうで当ててたよ。ああ、当ててた。じゃなくて効かすローキックはスネ。スネなんで、真正面じゃなくて、うん、ちょっと内側、あ、そうなで当てるイメージで、うん、蹴ってあげる。ちょっと前に出てあげる、うん、斜めに、はい、ほんなら自動的に腰が入るのよ、うん、こう入ったらこう蹴れるっていう、うん、こういくで、うん、危ないな、もうちょっとこう、うん、こうここ当たるやん。足のここ当たんねんて。だからそれ持ち方悪いよ。いや、持ち方教えてくれよ。
前に出てあげる。ほんで蹴ってあげる。っていうイメージ。すね。そう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 。そう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 。いいよ。近いな。こう。うん、ガード上げてね。だからこうステップ踏んで前に出てあげる。前に出てあげて切ってあげる。ないし。ないし。前に出て蹴ってあげる。そうそうそう。そうそうそう。なんかすごい倒れ込んでるの。だから腰が入ってないね。あの2メートルで軸足がまっすぐの状態で蹴って持てるから。うんうん、軸足まっすぐの状態、ここから、うん、こう向いた状態で蹴ってるから、うんうん、腰入らへんそうそう、辛いのかそう辛いな。弱キック5回は強キック1回やからこう、うん、入った時に、うん、軸足も回してあげる。軸足も回す。そう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 、言ったらつま先がこっちに向くイメージ、こう、そう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 、こう、なるほど。俺こう、うん、こっちに向いてるわ、蹴った時にこう向いてるやろ、はいはい、こう、こうなってんのよ、だから常に腰が浮いて、なんか高さが変わってない状態やから、うん、もっと奥に沈み込む。そう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 、いいね、いいね、いいね。そう、あの近づいてもてるやろ、そうやな、こうなってるやろ、うん、近づいてるやろ、戻らんと、こう蹴ったら、うん、こう、なるほど、戻らんとやろ。はぁ、痛いなそう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 、だいぶ良くなった。今の全然違うと思うね。うん、全然違うと思う。全然違うと思う。そうそうそう、その感じ。いいですか。その感じ、その感じ。こないだ覚えた、ワンツー、ワンツー打った状態でそのローキックとかね。なるほどね。そう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 、打ってみ、打ってみ。ワンツーで、そう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 。ワンツー、そう。ワンツー打った状態を使ってそのパーンって。ワンツー。そう。思いっきり蹴って、思いっきり蹴ってほしい。蹴ってるって。全然蹴ってるって。回数重ねれば重ねるほど、うん、ゆっくりになっていってる。そんな気持ちないって、常に全力で言ってますよ。こんなに優しさ出てるって。さっきのが全然良かった。いや、なんか違うのが入ると考えちゃうから。ナメさん今日教えたシンプルなローキックあるやん、うん、これさえあれば、うん、相手もローキックで足ぶち折ることができる。ローキックで、ローキックで、そう、そういう感じです。そうならない世界を祈るよ。いやいや、全然。で、ちょっと次回は、うん、次回は上上げて、うん、ミドルキック。ミドルが多分一番使うんじゃん。いや、そのローをまず使ってないから。ミドルが多分一番使う、うん、使用度はちょっと分かんないんですけど、はい、ミドル、ミドル、ミドルキック。次回ちょっとじゃあミドルキックいって、はい、もう完成なんで、はい、じゃあまた次回もちょっと見てください。パンパン買ってくれよかったらそれじゃあ今日はありがとうございました、はい。